第二次世界大戦太平洋戦争ソロモン諸島の戦いルンガ沖野戦ルンガ沖野戦は1942年11月30日夜にガダルカナル島ルンガ岬の沖にて日本海軍とアメリカ海軍の間で行われた海戦である。連合軍側の名称はタサファロング沖海戦。1942年6月上旬のミッドウェー海戦で 主力空母4隻を一挙に失い、FS 作戦は延期となった。代わりに、ソロモン諸島、ニューギニア諸島に航空基地を建造し、オーストラリアを孤立化させる SN 作戦を発動し、ガダルカナル島に飛行場を建設する計画を立てた。8月7日、対するアメリカ軍は、ウォッチタワー作戦を発動、ガダルカナル島とつらぎ島を占領したが、 これに対し第一次ソロモン海戦が正規し、日本軍は勝利した。しかし、海軍陸戦隊を乗せた輸送戦団が撃退されたため、日本軍もガダルカナル津らぎ早期奪回は頓挫する。また、第一次ソロモン海戦後に、師団のような大規模な兵力を投入するなどの積極的な行動をせず、ガダルカナル島からアメリカ海兵隊を撃退する絶好のチャンスを逃した。 逆に海兵隊は行きされた日本軍の機材を利用してヘンダーソン飛行場基地を完成させた。8月24日の第二次ソロモン海戦は空母流上の航空隊がガダルカナル島の飛行場を攻撃してアメリカ軍機動部隊の注意を引きつけ、その間に第三艦隊主力がアメリカ軍機動部隊を撃破するというおとり作戦であった。しかし、 逆に竜城が撃沈され文献隊は撤退する。このため、第7師団一騎師隊の増援部隊を護衛していた第2水雷戦隊はガダルカナル島及び B-17 からの航空攻撃を受け、人数が中波、駆逐艦無月、輸送船、金達丸が撃沈され、同部隊はガダルカナル島行きを断念した。人数は駆逐艦両風に護衛されて、 トラック白地へ向かい、翌年1月まで戦線離脱を余儀なくされた。11月12日に正規した第3次、ソロモン海戦では、第2水雷戦隊は、第38師団主力、3万人20日分の、両末と下器弾薬等を積んだ陸軍輸送船11隻からなる、第2次輸送船団を護衛中、11月14日に、 米軍機の波状攻撃を受けて輸送船6隻が沈没、1隻が損傷し、第20駆逐隊に護衛されて後退し、健在輸送船は4隻だけになった。司令官、田中少将は残存する駆逐艦8隻と残る輸送船4隻を率いて、ガトーへ向かった。11月15日の第二夜戦において、田中少将は残った輸送船4隻を、 タサファロング博地に座礁させて揚陸すると決断し、各方面に通知する。連合艦隊、前進部隊も田中の判断を承認したが、外南洋部隊指揮官は10月中旬、揚陸作戦の経験から輸送船の格座揚陸に反対し、一旦退避して、翌日に揚陸を行うよう通知した。田中少将は座礁揚陸を勧行し、輸送船4隻を格座させる。 第二水雷戦隊は午前2時30分で護衛を打ち切って北方へ退避。海岸に格座した輸送船4隻は揚陸作業を続けたが、兵員2000名と弾薬360箱、ほぼ4日分の麦、米1500票の揚陸を終えたところで午前6時以降の空襲と米艦隊の艦砲射撃により全隻炎上した。かろうじて揚陸した兵器、 弾薬食料のほとんども輸送船から浜辺の集積地に集めるのがやっとの状態でヘンダーソン飛行場から出撃してくる米軍機の爆撃や機銃装者によって二役組織力が麻痺しさらに繰り返された必要な米軍機の攻撃により物資は積み上げられたまま消失したこれによりガダルカナル島の兵力は数字の上では 約2から3万名を数えたが、伝染病にかかったものや、合死寸前のものが大半で、通常戦闘が可能な兵員は8000人程度だった。第3次ソロモン海戦後、陸海軍は、南太平洋方面の現状確認と以後の、作戦方針について協議し、11月18日に、南太平洋方面作戦陸海軍中央協定を結んだ。 1>, 1. 作戦目的南太平洋方面作戦の目的派、ソロモン軍島及びニューギニア方面の用地を確保攻略して南太平洋方面における優位の体制を確立するにありりに、作戦方針陸海軍緊密なる協同の下にソロモン軍島を攻略するとともに、ニューギニアの用地を確保して同方面における事後の作戦を準備す。 防衛庁防衛研修所戦士室、陸海軍共同で航空基地の拡充を図り、ソロモン周辺の防衛とガダルカナル島における拠点確保のための戦力回復、そして敵の増援を阻止しつつ、増援輸送を図るという意図である。しかし、度重なる輸送船の撃沈により使用可能な輸送船は、復定しており、陸軍は10月22日に、 陸海軍局部長会議で決定されていた民間船舶20万トンの軍徴用の開用を一転し12月6日には民間からの追加徴用に動く参謀本部作戦部長田中新一中将と当時の国内生産力や国民生活の維持のために反対した東条秀樹首相権陸軍大臣が激論となり田中中将が辞表を提出する事態にまで発展する。また この船舶像雇い問題が後にガダルカナル島撤退論に大きな影響を及ぼすことになる。このような状況下で日本海軍は同等の陸軍への補給をやみように駆逐艦の拘束に頼って行うしかなかった。この輸送は自重的にネズミ輸送と呼ばれた。11月28日、外南洋部隊指揮官は増援部隊指揮官率いる。 第2水雷戦隊の駆逐艦発石で構成される部隊に輸送任務を指示、第1輸送隊はタサファロング、第2輸送隊はセギロウへ向かうこととなった。ラバウルで物資を搭載して11月29日夜にショートランドを出撃しガダルカナルへ向かった。この輸送をいち早く察知したアメリカ海軍は、その阻止のためにカールトンライト少将を率いる。 第67任務部隊をガダルカナル島域に派遣する。この輸送作戦では短時間で確実に食料を日本軍陸上部隊に供給するために洗浄したドラム缶に糧食を半分だけ詰めて密封しロープで5から10本ずつ樹頭なぎにしてガダルカナル沿岸で海上に投入。ロープの橋を海岸の日本軍陸上部隊に渡し、 ドラム缶を手繰り寄せて揚陸させる方法を新規に開発した。そのため、警戒隊を除いた駆逐艦6隻の次発装填用予び魚雷を陸上げし、その空いたスペースも含めて各艦200から240個のドラム缶を積載していた。ルンガ沖セン図がダルカナル島周辺の地図、サボ島との中間地点あたりに、 高波とノーザンプトンの沈没地点が示されている11月30日、ヒカミナ市、大損害を被って、つらぎに帰討したアメリカ軍の従順ミネアポリス。日本のヒカミナにより、第一砲塔直前から艦首が完全に沈下して、しまっている。この後損傷修理に1年を要した、従順ニューオーリンズ。つらぎに帰討したニューオーリンズ。艦首が完全に切断してしまっている。 12月3日、大本営は本海戦の戦果を報じ、翌年の9月15日には、連合艦隊司令長官から、増援部隊の功績を称え感情が送られた。しかし、海戦において米軍に、効果的に打撃を与えたとはいえ、目的であった輸送には失敗した日本軍は12月3日に、再び、田中少将式の下、ルンガ沖海戦の残存艦に第4駆逐隊と、駆逐艦。 夕暮れの、計十隻の駆逐艦により、第二次輸送作戦を行った。一方のアメリカ軍は、先の戦訓を活かしながら狭い海域に、巡洋艦を投入する具を悟り、以後は、直遠の冷戦隊が引き上げた後の航空機による、白母攻撃、あるいは魚雷艇のみによる待ち受け作戦に切り替えていた。第二次輸送部隊は進撃中に、延べ80機にも及ぶ。 断続的な空襲を受けたが、上空直縁の霊艦隊の活躍もあり、巻並が資金団で勝破しただけで、タサファロング白地に1500個のドラム艦を投入。12月4日に無事ショートランドに帰投した。ところが、この投入したドラム艦軍は明け方になって、アメリカ軍戦闘機部隊の銃撃によって大半が沈められてしまい、陸上部隊が回収できたのはわずか310個に過ぎなかった。 本来は夜のうちに回収する予定であったが、飢えて体力の落ちた陸上部隊の兵たちがドラム缶引き上げの重労働に耐えられなかったのである。12月7日の第3次輸送部隊は空襲によりのわけが大破、航行不能となった上、タサファロング白地でアメリカ軍魚雷艇の激しい妨害攻撃に遭い、ドラム缶投入を断念。12月8日、海軍側は 今日限り駆逐艦輸送は実施しないと宣言するが、第8方面軍司令官、今村人志陸軍中将と、第11航空艦隊司令長官、草勝智一中将の協議により撤回され、12月11日に駆逐艦輸送作戦を実施することが決まる。12月11日に開始された第4次輸送は、山本56連合艦隊司令長官の直々の、 激励伝聞が発せられるなど、日本海軍の威信をかけた作戦であった。しかし、アメリカ軍は、狭い海域に巡洋艦を投入した反省から、先の第3次作戦同様に、魚雷艇を中心とした待ち受け作戦に切り替えていた。結果として、ドラム艦投入中に収益したばかりの最新、英駆逐艦であった機関正月に、魚雷2本が命中し、撃沈される被害を受けた。 さらに1200個投入したドラム艦が、やはり敵戦闘機の銃撃でわずか220個しか回収できなかった。駆逐艦による輸送と並行して空中補給及び落潜水部隊による潜水艦輸送も実施されたが、イ・サンゴ潜水艦が撃沈されるなど被害が多い、割には成果も上がらなかった。12月13日、第11航空艦隊、第8艦隊、 第8方面軍の陸海軍各主任参謀が輸送作戦の研究を行った。結論は、ガトウ白地に到着するまでに全部沈没する、たとえ50隻のうち半数が入りパクしても、翌朝までに全部炎上、または沈没等を免れないというものであった。12月18日、杉山元参謀総長は、昭和天皇に対し、ガトウの陸軍に海軍が輸送を行わないという、 現地伝報について説明。辻正信陸軍中佐が起こっているため、杉山は12月11日輸送作戦失敗についてまで相上したという。12月27日、大本営で行われた頭上演習で合同奪回の生産なしとの結果が出るに至り、12月31日、午前会議にてガダルカナル島撤退が正式決定された。12月29日、 第二水雷戦隊司令官は田中雷蔵少将から小柳と三次少将に交代した。ガダルカナル島に対する方針転換に伴い、輸送作戦は、化合作戦の作戦準備の一環へと主目的が変更された。海軍はこれまでの戦訓からドラム艦の浮力増加や小発の運用変更、揚陸時の上空支援体制などを整えた。 1943年1月2日、第5次輸送作戦では、増援部隊指揮官、小柳富次第2水雷戦隊司令官時期卒の駆逐艦10隻が出撃。進撃中に空襲を受け両風が試金弾により、損傷、天の護衛下で、ショートランド白地へ引き返した。この作戦によりドラム艦540個島を揚陸した。1月6日、第2水雷戦隊機関。 長波及び、親潮、影楼、両風は度重なる、資金団や高速航行の連続で艦の疲弊が、激しくなり作戦行動に支障をきたすとされ、第10戦隊機関、秋月、及び、第16駆逐隊、第1小隊、初風、時津風と交代することとなった。1月10日から11日、第6次輸送作戦では、米軍側の攻撃が激化することが予想されたため、 ドラム艦の搭載量を減らして、予備魚雷を搭載した。増援部隊指揮艦、小柳富次第二水雷戦隊司令官が指揮する、駆逐艦8隻は、アメリカ軍魚雷艇の攻撃で、第16駆逐隊の駆逐艦初風が大破し、ありが工作第4駆逐隊司令の指揮下、駆逐艦3隻、嵐、甲風、時津風は、ガダルカナル島から、ショートランド白地まで初風を護衛し、 同作戦指揮官の小柳少将から賞賛された。この作戦によりドラム艦250個等を揚陸した。小柳に推薦司令官は本作戦をもって増援部隊指揮官の職務を第10戦隊司令官木村進少将に引き継ぎ、長波に上官してトラック白地に戻った。この戦いは、戦術的には日本軍の一方的勝利であった。 これは93式魚雷、通称酸素魚雷によるところが大きい。この魚雷は、当時の魚雷の中では、最大級の破壊力を持つものであり、直径 61cm、頭部の作薬は 490kg と、アメリカ軍の関西用魚雷であった、マーク15魚雷の直径 53cm、作薬 375kg に比べ段違いの破壊力で、 かつ、マーク、15の射程4500メートル45キロトンに対して、酸素魚雷は射程2万メートル48キロトンと4倍以上の射程がある上、鉱石がほとんど見えないので発見が困難という強力な兵器であった。日本軍の駆逐艦の中では白露型駆逐艦から搭載されており、この海戦に参加した日本軍の駆逐艦は、 白露型駆逐艦の航風、両風を除いて、すべて最新鋭の水雷専用艦隊型駆逐艦で、ある、影楼型駆逐艦及びその改良型である、遊雲型駆逐艦であり、全艦が93式魚雷搭載艦であった。したがって、アメリカ軍巡洋艦部隊は回避する間もなく、立て続けにひかみなりした上に、たった一本のひかみなりで、 戦闘不能に追い込まれるような大損害を被ったのである。しかし日本軍は海戦では大勝利を挙げたものの肝心の輸送作戦としては完全に失敗であった。従って日本軍の完全な戦術的勝利ではあったが輸送作戦を阻止したということではアメリカ軍の完全な戦略的勝利でもあった。またこの戦いでは日本軍に対する評価 特に田中少将の指揮に対して日本とアメリカでの評価が180度異なる。当時の日本海軍側では田中少将に対して非常に批判的であった。その理由は大きく分けて3つある。戦略目標である輸送作戦を放棄し戦術的な戦闘を優先させた田中少将の機関長派は戦闘が始まると真っ先に魚雷を撃ってさっさと被体してしまい。 最後に推薦司令部は全く指揮を取らなかった。これにより統制された指揮が行われず、被害担任艦となった高波が、一心にアメリカ艦隊の攻撃を受けて、時間を稼いでくれたおかげで、他の艦は体制を立て直して、攻撃をかけることができ、また各駆逐艦,艦艦長及び各駆逐隊司令の適切な判断により大きな戦果を挙げられたのでありに、推薦司令部の功績ではない。 また、長波は、高波が沈没した後では、日本艦隊の中では唯一、次発装填魚雷を持っていたにもかかわらず、再攻撃を起としようともしていない上に魚雷を、打ち尽くしたほぼ丸腰に近い第十五駆逐隊のみでの、生存者救助のための戦場再突入命令を、出している。艦隊の隊列が、日本軍伝統の指揮官戦闘ではなく、機関長波は、隊列中央に配置されていた。 これは、司令部が逃げ腰であったことの証左である。消極的な戦闘式という点においてはこの、海戦以前にも、田中少将は、スラバヤ沖海戦で、同様の批判を浴びており、一番目は、大本営海軍部、2.3番目は、実際に戦った、駆逐艦長クラス、大司令クラスから出た批判であり、まさに上下からの批判の挟み打ちであった。これが影響したのか 開戦後に田中少将は二水戦司令官を解任され、以後二度と会場勤務に戻ることはなかった。後世においては田中少将を擁護する評価もある。アメリカ軍は田中少将の指揮を絶賛している。特にアメリカ海軍の巡航艦船士ともいえるアメリカ海軍作戦士を勧告した SE モリソンは、これは突撃命令を出した時期が極めて適切であって、 十分敵を引きつけておいて突撃命令を出しその方は雷撃によってアメリカ軍巡洋艦部隊に大打撃を与えたその判断力とよく訓練された日本の駆逐艦部隊の動きを絶賛しアメリカ軍巡洋艦部隊はまさにしてやられたとしているむしろ被害担任艦になった高波は日本軍の体制が整う前にか早に発砲したので 一方的な攻撃を受けることとなった、と批判している。そして、田中こそ、不屈の闘匠であると言って、田中少将にラダウトベル田中というあだ名をつけた。この評価については、結果を重視する、あまり過程の分析がやや不足という構成の評価も、あるが、不確定要素が多すぎる、戦場において、完全を期するのは、難しいという前提をもってすれば、結果をかなり重視するのは、 正当な分析の仕方とも言える。アメリカ軍司令官の行動は、レーダー読み取りの錯誤や、可燃物の撤去不足を除けば、至極当然の式内容であり、家庭のみを見れば批判されるべき内容は少ない。なお、党の田中少将は解任された件に関してその後の、生涯において一切語らなかった。ただ、アメリカ側からの評価については、作家の半藤和都氏のインタビューに対して、 私は突撃命令を出しただけ。あとは全部部下の功績と語っており、1969年に没している。ありがとうございます。